まあそれにしてもね、まあ今日なんかあの、安倍内閣支持率が8ポイント上昇してるっていうのでね、なんかやっぱもう、野党大丈夫なんかいなと。んでやっぱりあの ね、もうすぐ4月に入ったらですね、あの、静岡4個補選っていうのがあると、衆院静岡4個補選がね、えー、まあこれが4月14日告示同26日投開票ということなんですけども、まあ今まではですね、やっぱその、まあ自民党はですね、も月づきよしおさんが亡くなったことによる、まぁ、あ、弔い選挙ということで、えー、深沢洋一さんという候補 まあ、早く、まあ、立てててですね。で、野党の方は国民民主党が、えー 田中健さんですかえー、ほんで共産党はですね、島津幸宏さんという方を立てててですね。まあ、これ、あのー、自民党に対してね、やっぱその国民民主党と共産党、ね、えー、二つの党が立ててたらですね、やっぱ票が割れて、それは勝つの難しいやろうなというふうに、まあ、誰が見ても思うわけなんですけども、いやだからなんとか、 なんとかしてくれよとねいうのはねまあ、僕も思ってたんですよね。やっぱ一本化が望ましいというか、まあ、一本化しなければですねまあ、どう考えても、えー、このね望月さんの弔い選挙ということもあって、えー、それはもう全然勝ちには届かんやろうなと。でまあ、あの国民民主党もですねまあ、立憲民主党になんとかその一本化するように調整してくれというふうに、まあ、言って てたわけで、すよね、うん、でまあ、共産党としてもですね、やっぱその浜岡原発の問題があるからですね、えー、まあそこはなかなか譲れないというのが今までのね、あの流れだったわけなんですよね。まあそこでですね、うん、まあもうなんていうのあかんかなと、えー、やっぱこれ衆院選ですから、まあ補選といえどもね、 やっぱりこれが次の、あの、総選挙、解散総選挙かですね、まあ、総選挙に、えー、がっていくのはね、間違いないわけで、ただでさえ今、野党の政党支持率っていうのがですね、ま、あやっぱ上がってないと、んで、そこに来て、えー、安倍内閣のね、支持率がですね、不支持のまま続けばよかったのが、まあ、まあ、支持がね、まあ、今、今というか今日のね、共同通信でも昨日の毎日、 新聞でももちょっっっっと上がったてっていうのもあってこれは、あかんやろなと、えー、静岡4候補選もですね、まあちょっと難しいんちゃうかと思ってたら、まあ、やっと今日になってね、あの、立憲民主党が、えー、その一本化の調整に、まあ、乗り出して、えー、ほんでですね、こう、まあ共産党が候補を、えー、取り下げ、 といいう流れになったみたみですね、えーまあ、これは本当に良かったなと思いますしね、やっぱその共産党がまあ取り下げてくれたっていうのもですね、まあそれはやっぱり、やっぱただで取り下げるっていうかね、やっぱその浜岡原発のこともやっぱあるわけで再稼働、えー、させないということでね、だからまあこの立憲民主党なんですか、まあ、野党としてもですね、 えー、再稼働問題についてはですね、地元合意がないままの再稼働は認めないとの主張をもとに調整するというふうに、えー、毎日新聞が書いてあるということで、えー、まあまあ、それで、まあね、いいんちゃうかと。うん、いや僕はもちろん浜岡原発もね、再稼働っていうのは、えー、ダメだと思いますけども、ただやっぱり、ここで、 勝つかどうかっていうのが今後の野党っていうかね、まあ、野党共闘とか、ね、えそこの製品にかかってくるっていうのもあったらですね、まあ、やっぱここは、まあ、勝ちに行くっていうことがすごく大切じゃないかなっていうのはね、あの僕は思うんですよね。うん、まあ、だからといって浜子原発の再稼働を認めたそれはそれでね、意味ないわけですしね、野党、立憲民主党も、 ま、原発、え、再稼働を認めないことも言ってたわけでね。だからそこはやっぱ譲れないと思うんですよね。うん、ただやっぱりその、えー、まあ、浜区原発の、まあ、恩恵をね、受けてる人たちも静岡にはいるんでしょうと、えー、いうこともあってですね。まあ、だからそこはうまくやっぱり、えー、僕は調整していくっていうことが大切なんちゃうかなっていうふうに思うんですよね。 まあ、とにかく野党がまとまらないと、あのー、勝負にすらならないっていうね、えー、っていうのは思うんですよね。まあそういう意味ではその立憲民主が中に入って調整すると。んで明日、えー、記者会見を、えー、するんですかね。17日に立憲、国民、共産、社民4党の幹事長、初期局長らが記者会見すると。 まあ、いうことでね、まあ、1ヶ月前ということで、もう、まあ、1ヶ月切ってるんですかね。うん。いや、もうほんと急ピッチでね、ほんとこの野党共闘の体制っていうのを、やっぱ作らない感、えー、まあ、勢いがね、乗ったところで、あの、ちゃんと、えー、あの、戦ってほしいなっていうのは思うんですけども、まあ、まあ、今でこの、なんていうんですか、 じゃあ実際この衆院補選、衆院静岡4区補選、えー、やったらですね、勝てるのか、勝てないのかっていうところが、やっぱすごく気になると思うんですけども、ただこれ、あの、静岡4区っていうのはですね、静岡市の清水区、ね、富士宮市、ね、富士市が区域に入っていると。で、まあ、 あの、細かく言えばなんか入ってないところと入ってないところがあるみたいでね、清水区の一部ですかなんか、えー、なんかそういうのあるんですよね。えー、なんか まああるんですけども、まあ、ざっと見たところですね、例えば、清水区だったら自民党が38,377票、えー、去年の参院選で取っててですね、で野党は立憲国民共産で言えば53,915票を取ってるんですよね。野党の方が上回ってるんですよね。で、富士宮市でもですね、自民党が18,312票、えー、取っててですね、立で、 立憲国民共産、えー、合わせれば、ね、2万8831票取っていると、えーで、富士市で言えばです、ね、自民党が3万4623票取っていてです、ねで、立憲国民共産は5万3680票取っていると、まあ、だ野党の方がです、ね、あの自民をまあ上回っているわけですよね。で合計すると 自民党が9万1312票を取ってるのに対して、立憲国民共産の,この3党で言えばですね、13万6427票と、票差で言えばですね、4万5115票を上回っていると。まあ、これがその、地域がね、まあ、ちょっと一部除くとかっていうのがあるんで、それも前後すると思うんですけども、ただ、あの、前回の参院選で言えば、 まあその流れが今も続いていればですね、あの、十分野党は勝てるというか、大差で勝てる、えー、可能性というのはですね、 あるんじゃないのかなと思うんですよね。でもちろんいろいろ、いろんな要素があると思いますし、その参院選、そのままの票がね、乗っかるかどうかっていうのは、それはわかりませんけども、今回はね、えー、自民党の望月さんが亡くなっての弔い選挙っていう側面もありますしね。で、また、あの、今ね、やっぱりそのコロナの問題で、どこまでその満足な選挙運動っていうのができるのかと。 えー、昨日のね松本市長選長野県の松本市長選でもですね、まあ、全然その集会とかがしなくて、えー、っていうのもあってねあの、まあ、それでその前から活動してたガウンさんがですね、まあ、圧倒的な差で勝ったっていうのがあったんですけども、ま、だからそれがねどういう風に影響するのかという心配はあるんですけども、まあ、単純に参院選の票で比べる。 いけばですね、まあ、十分、えー、野党に勝てる要素、えー、っていうのはあるんじゃないのかなっていうことで、まあ、ここは頑張ってほしいですね。まあん、ま、自民党もね、トムライ選挙ということなんですけども、まあ、あちづさんの親族が出るとかっていうわけじゃなくて、まあ、県議の深田洋一さんという方が出あるということで、まあ、まあ、そこもね、まあ、ど、どこまでのその、 あ,あれなんかなっていうのはね、関係性があるのかなっていうのも思いますしね。うん、やっぱその、今ね、やっぱ新型、えー、コロナの問題でもね、まあ今日なんか共同通信では、あの、ポンとは8%上がってたんですけども、ただやっぱ経済的な影響を考えるとですね、まあそこまでそんなに続くのかなと。うん、やっぱ株価もね、ドーンと下がってるわけでね、 そういうことから言ってもですね、まあ野党はね、やっぱもっと、あのー、このね、日本の,あの沈んだ経済対策みたいなもんね、ボンと出すと。えー、本当にもう消費税減税とかですね、まあ何十兆円規模の経済対策みたいなものを、まあこの静岡 4, 4区補選でもですね、まあ明日記者会見するんだったら、まあそこもちゃんと言うと。 えー、そこ、それをもって安倍政権と対峙するんだっていうね、あの、ポーズを見せてほしいなと思いますね。まあそういう意味でも、この静岡4区補選というのは、そうやったら注目されるんじゃないのかなと思うんでね。だからそういう意味でも、あの十分、えー、参院選の結果を踏まえればですね、まあ勝てる可能、勝てる可能性は十分あるんじゃないのかなと思うんでね。いや、頑張ってほしいなと思いましたね。 チャンネル登録よろしくね。